西武1から0日本ハム、25日、ベルーナドーム。日本ハムは最下位、西武に敗れ2連敗となった。1番に左翼でセイミや、2番、万波、3番、水谷は今季初めて中堅を守らせる、攻撃重視オーダーを編成したが、機能しなかった。試合後、新庄監督は、ダメでした。僕のミスです。期待して組んでいる。成功しなかったら僕のミス。 ままたた考えますと責任を背負ったこの日、ベンチ外だった松本剛については、胃がおかしくて体調不良みたい。彼本人も悩んでたし、一回疲れている体を休ませてもらって、ファームの方で打席の感覚を。10日間だけ行かせて、また戻そうかなと、と、抹消する方針を明らかにし、代わりは浅間君。2軍で完璧なホームラン打ったし、と説